ました。小川です。高田です。これは日々の気になったものを雑談するラジオです。ポッドキャストでも配信しております。さあ、はい、今回のテーマ、うん、ハードコア。これキッザニアが多分あんま良くないですよね、使うのって。いやろ別に。もう なんでなんで、なんかがっつり商標じゃないですか、キッザニアって。あーでも別に言っちゃダメなの、わかんないですけど。いいでしょ、誰も気になんやから。そっか、いいか。とりあえず一回ハードコアキッザニアとしてのあのね、あの今あのなんつうんだろう、こういうのコーナーコーナーっていうか、なんか、まあ、そういう回、 LINE というか LINE 借金回ね。はい、一応前回までのあらすじとしては、今あの2月に頭に芸人にあの3000円貸してくれと、うん、それが2ヶ月経ってあの10万円貸したことになったと、うん、でそのタイミングでまだあの芸人は基本的にはその携帯電話もなく番号も持ってなくて、お金が減ってくようなその状況にしかないと、うん、なのでとりあえずバイトするために携帯電話を手に入れたい。でその未納金を僕が出すのがもうプラス3万円貸すよと、17万ぐらい合計貸すよっていう話をしてたのが前回で、現在ので、それであの芸人の借金を僕が年内までに完済、芸人が完済すればあの僕の勝ち、完済できなければ古賀さんの勝ちということで、今あのちょっと補足すると、そもそもそれで、はい、もうずっと俺はいや無理やろそんなのと言ってたけど、坂田がいやでもこれを管理してなんかちゃんとやっていくんですよみたいなところから始まったのが前回あった会計システム、はい、坂田奉行とか話をしてて、はい、いやだからもうそういうことじゃなくて、はい、今の状態からもう自然に遷移をした結果、はい、どう考えても回収しきれないんで、はい、俺がいやじゃあもうもし今年2024年中に坂田が今貸してる その時の話だと17万とかを回収しきるんだったら、はい、私はだって3ヶ月で返すとかやってたくせに、はい、絶対無理やから、そのこの年中に返したら俺1万払うわみたいな、はい、と言ったら坂田がいやじゃあ逆に返せなかったら1万払いますみたいな、はい、あ1万っていうかまあ1万坂田、はい、そうですね。なんか何がいいですかね。まあまあそこは何かがどちらかに送られると1万坂田をあの分のこう、はい、何かがフォローをするみたいな話になり、はい、あの急に最初この話俺が何もつまらん、はい、いやもう生だとらなくてやったのが一気に、はい、あの一平の気持ちになるって一平の気持ちで俺は弾けるっていうの、はい、で僕が今リアル一平を飼っているあの大谷という状態でリアル一平というかリアル一平じゃないの、あの100平ぐらいのやつなんで多いねん100分の一平100分の一平やろ1万分の一平ぐらいの、うん、今あの僕があのどうにかあの本当にあのミクロ谷として、うん、管理していこうっていう話をしていて、はいはい、であの前回坂田奉行、あこれ何がで坂田奉行何をするシステムですかっていうと、あの収支を全てつけましょうと、うん、とりあえずそのお金の動きをね全部管理しましょうつって作ったのがあのっていう、まあ、スプレッドシートに全部書いてくださいと、うん、いやその貸してる彼、はい、借金先というか貸してる彼の動きをスプシに貯めていって貯めていこうというのが、うん、で坂田奉行のまず大原則やな。大原則です、うん、で一応でそのあの、まあ、その坂田奉行に入る前に、うん、あの一応言っておくと、その携帯のまず3万円未納金があると、うん、これを払えばまあ電話番号が手に入りますっていう、うんところでじゃあ分かったら教えてくださいね、うん、で分かりましたで送られてきた金額が10万円だったという、うんうん、もう一回もう一回ちょっとよう分からなかった。3万円の未納金があって、これを払えばいつの話してる今。それはあのこの前回の収録の直後です、うん、であの携帯の未納金までは出すけどもうそれじゃ出さない方がいいよみたいな話してたじゃないですか、うん、でその未納金が3万だっていうのは言ってたじゃないですか、彼が言ってて、うん、ずっとあれちょっとね、その時ってごめん、その時前回の会話の時にすで、はい、に17万ぐらい貸してなかったっけ。あ、まだ貸してないです。あ、貸してないか。10万貸していて、でなんか直近の生活費として3万欲しい、うん、でそれとは別で携帯電話の代金でも3万ぐらい欲しいみたいので、あで結果貸してないけど17万ぐらいいきそうだっていう話でした、うん、
でところがあの直近のその3万貸した後にもう3万貸すところが10万だったという。ちょっとどういうことですかそれは。もう少しこれあの、まあ、LINE を言いますと、うん、ちょっと待ってくださいね。あの何時だったかな、いつだった、あ、そうですね、まずその残り3万3万貸すよっていうところからもう一度言いますと、うん、明日までにかかる費用を計算したところ1万3000いくら119円です、うん、ライブの箱で入れると2万8119円となります、うん、箱の人に給料日まで待ってもらえるよう構想中ですつって、僕がまあ3万119円、過去プラス2000円は食費です、うん、箱代はなるべく使わないようにしてください、明日の夜にはまああの木金水木その携帯を借りるのにで、あのかかる費用をまた別途振り込むんで連絡してください、うん、承知しました、ありがとうございます。でまああのでその携帯の費用入れたら17万18万とか貸すことになるかもしれないので、はいはいはい、もうこれ僕の月給なんで、あ、まああのそうだったな、限界だと思ってください。でであのえっと携帯料金まあ、2日ぐらい経っても連絡来なかったんで、まあ、まだ調べてもいい、調べてなくてもいいからいろいろ教えてとかいろいろ言ってて、うん、まあ、ついにあの携帯会社寄ります、行ってきますっつって、うん、お疲れ様です、携帯ショップ寄りました、そして重大なミスが発覚しました、この前まで言っていた2万円程度は携帯本体価格の未払い金、うん、未払い分でした、電話代は別でかかってたようです、完全に失念しておりました、2023年の8月以降の分を僕は毎月支払っていたみたいで、1月から8月のまでの分が、滞納という形になって、去年の我々1年分ぐらいってこと、ね、1年前の8ヶ月分か、はい、で滞納という形になっていると説明されました、本体代金含め、103,930円かっこ手数料込みだそうです、申し訳ない、完全に僕の落ち度です、とりあえず電車に乗って家に帰ります、僕なるほど落ちたっつうか、まあ、別にもう最初からずっと落ちてるんだけどね別にそこだけなんかそのできるやつがさ、なんか何みたいな、その、はい、俺としたことがみたいなじゃなくて、その、はい、穴だらけだから、はい、別に別になんかまあ、ここにすいません、ここに穴ができちゃいましたじゃなくて、はい、いやまあ穴開いてるんですよ、そう死ぬほど穴開いてるんで、本当にで、なるほど、どうすんの、本当に申し訳ない、で僕違う方法を考えます、こちらで電話番号を用意するんでつって、で未納金って増えるんかなとか、なんかちょ花これどのペースでまず未納金増えるのか教えてほしいとか、まあいろいろ言ってて、まあ、とりあえずバーって言って、とりあえずもう今からうち来てっつってでっていうのが、僕あの今実は携帯電話の回線を2個持ってて、うん、番号2個持ってたるんですよ、うん、僕が、うん、っていうのはまあそのその僕携帯を変えた時に機種変プラス新規で1個契約したら、まあ端末代安くなるとかあるじゃないですか、であれでめちゃくちゃ安いプランに2個入ってるんですよね僕が、うん、その5ギガしか使えないみたいな、うん、もう分かったと、俺の SIM カードをお前がさせみたいな感じで本当にあの子供がそれすごい結構なあの新しい試みやな、はい、SIM カードを渡すっていう、はいっていうハードウェアでありがとうって感じやなこれがさ今時のいい SIM やったら無理やったんじゃねであのでもなんか電話出ないんで1時間ごとに電話かけてるんですけど電話出ないんで、あ来るのは厳しいってことでいいかな、うん、ごめんなさい具合が悪すぎて頭痛吐き気倦怠感気持ちの落ち込みがやばいのでそちらに伺いそうになりません、今やっと帰り着いたのですが換気扇の音ですらしんどいんで電話も難しそうですみたいな、まあそうなるかとか思いながらで早いとこ病院行った方がいいねっつってで、まあ、驚いたんだけど意外な展開ではなかったんでよく休んでくださいまあまあもうな別に穴が1個増えたみたいなもんやからな、うん、でもうここからはねあのちょっとやっぱ彼のやっぱプライバシー的なこともあるんですけど、もうやっぱ包み隠さずですよね、あのもう本当に申し訳ございません、横になりながら自己破産とか生活保護とかも調べていますみたいな、で
そうか、10万引く給与イコール生活保護支給金額だから大した金額 もらえないんだった、だから過去諦めたんだって、忘れてました、僕も何も言ってない、うん、でもちょっと考えたら分かる通り、生活保護って別に家賃とか出るんだから絶対に今のより多分いい。でも俺全然分かってないけどさ、はい、生活保護ってな、何どういう理由やったらさもらえるの、なんか無理じゃない、でも今だって多分働けって言われるでしょ。多分言われます。で僕もちょっと調べてたんですよ。そしたらなんか生活一時立て直し金みたいな、なんかよく分かんないんですけど、そのハローワークに通ったりして就労の意思がすごくある人で一時的にお金を借りれるみたいなのがなんか仕組みとしてあるらしくて、でそれがまあ本人が借りるんだったら、なんだっけな、利子付きで連帯保証人がいたらまあそれが無償で一応借りれるみたいなのがあるとかないとかで、でお疲れ様です。お願いが2点ほどあります。まずは1点目は4月10日までの生活費を1万円お貸しいただけませんでしょうか。2点目はスプレッドシートの、まあ、あの記入ができなかったですみたいな。でちょっともう改めてこれ現状伝えて親に20万ぐらい貸してくださいってお願いしてほしいみたいな。親彼の、うん、ええ誰のセリフ、坂田、あ僕です。あもうだから坂田から引っ張ってくるんじゃなくて違うとこから、うん、まあまあまあそりゃそうやな、ちょっと違うとこから引っ張る努力もしてほしいみたいな。あ間違いない。でなんかそのちょっとまあ彼は若干今俺縁を切られている欠けている状態らしく、うん、その無理ですみたいな。でなんかその彼のすごい家庭の事情の話になってて、うん、でなんかすごい長いって、まあ、まあそこをなんとか貸してくださいって言わないとちょっと厳しいんじゃないかなみたいな、うん、でなんかまあ喋ってて喋ってた結果、あの僕が提示したのが2個で、うん、あのまあここでゲームするとか言っときながらもうなんか分かんなくなって分かったともう13万僕いいよと返さなくて、もうでそのなんだろう生活保護なりなんなり、うん、受ける、うん、でなんかまあ立て直す生活をか、まあ、正直まあお金は返してほしいめちゃめちゃもちろんなっていうのもあって、うん、でここでこれなんなら僕が試されてると、僕がその社会人力を試されてると、ここでなんかそのもっとベットしてドブにもっと捨てるのか、ここは損切りするのか、ハードリアキザニアスタートやここで俺が試されてるみたいな、これは別に村上さんがどうこうとかじゃないみたいな、うん、つってこれはさキッザニア側の問題もそうなんですよ。でキッザニアがどうこうで、であのちょっと僕もあのちょっとこれずるいんですけど選んでいいよって言って、ああその坂田が今言ったプラン、はいはい、親プランか、そうですね、あのもうあの僕がさらに追加融資するか、うん、もう今貸してる金額が全てもう忘れていい。え追加融資ってでもどっちもないんじゃないの、プラン1って親から借りるの、あプラン1親はもう無理ですみたいな感じで電話でなって、でプラン1がもうその本当にとりあえずなんか市役所とか行ってもらう、うん、でなんかまあ福祉的なことでどうにかしてもらう、うん、でその場合って坂田は融資しないよね、しないです、うん、しないけど代わりに僕の13万ももう返ってこないだろうという、ああ分かる、あそういうことだな、が 1、2、10万出すいや追加融資、追加融資半沢やん半沢やごっこやってる、半沢ごっこやって、うん、追加融資つうか融資つうかそれどぶり捨てただけやんけど、なんかかっこよく言ってるからで、なんかいろいろ聞いた、でもちょっとそれ提示したん、えちょっと俺もじゃあその、はい、ゲーム参加して一部どうぞ3体みたいな感じで、はい、あの銀のやつかぶっていい、はい、かぶってくださいいやそんなんかぶったらさ、はい、どう考えてもさ、はい、その彼はさ、はい、選択肢はもうさ、はい、どう考えても2って言うやろ、追加優勝言うやろ、はい正解、いやそうやって、いやそうやって、だってそうちょっと僕も酷なことしたなって思ったんですよね、いや酷ってかだって片方が、はい、片方の蜜が甘すぎてそのいやなんかボロ切れた綿飴どっち舐めるってそれ綿飴舐めてくるってそら二択になってないやん、なんかそっか悩ましい二択になってなさすぎて、本当ですか、うん、僕え綿飴が追加融資ですか、もちろん、そっか確かに綿飴食べたのにボロ切れも食べれますもんねいやそれ意味てかボロ切れの良さ なんもないやん、ボロ切れの良さはもうあの借金が一応ゼロになるよっていういやそんな、いやその発想できる人は
三体ゲームやらんで。確かに。それをやらんくて、だって今もう過去も未来もなくて、マジ本当に今しか見てないみたいな。確かに確かに確かに。そういう人なんやから、このキッザニアゲームが始まったわけだって。そんな、さすが。そんな、やってるのにそこまでまだ気づいてない坂田が悪いこれって坂田が悪い。そうなんですでこっから全部あの今後あの僕がどんどん悪い話になっていくんでその僕のその経済には失敗する話じゃん。それそうなんですよ。あやっぱりあの結局俺って死亡できぬなんやっていう話で死亡できぬ死亡できぬっていう己の死後できるのを痛感した話になっていくんですけど、あそれ結構痛感かも。今の2択結構でかいミスよ本当に。ああ提案としてはもう最悪で、なんか彼曰くなんでこの2かと。で 1だったら、いや1を選びたいが、選びたいわけないから俺選びたいわけないって。1を選ぶともうここで坂田君との縁も切れちゃうみたいな。もちろん返しても今と同じように前と同じようにとはいかないけど、なんか関係は続けていきたいみたいな。違う、金ないからよ確かにね、そういう見方もありますけど、そういう見方しかないよなんか僕はなんかあ先手打たれたと思って、なんかこれ でも先手というかなんかなんか僕返しても別にもう連絡取らないと思ってたんですけど、うん、いやなんかそれだろうなとか思ってきて、いや分からんわもう。で最終的に今あのもちろん 2になったと。そうそうやって、で、あので、貸しました、うん、で契約書とかも全部管理しましょうってなって、でこっからあのハードコアキッザニアのその本当にあのロールプレイング編というかであの今管理してるんですけど、であの先週のまず彼の出費をちょっと見てほしい。で一応今あとごめん、はい、口挟んで申し訳ない、はい、これ言ったかもしれんけどさ、はい、坂田奉行さ、俺終始確認するみたいなやつで、俺だいたい1日の終わりかと思ったらさ、もう1時間単位なんや。あそうですキーエンスやん、もう1時間単位で、あちなみにあのキーエンスやんって言った気がするわ。確かにこれ今坂田こうなってるじゃないですか、ちょっと待ってくださいね。こうなってるじゃないですかっていうのは、あの坂田奉行のスケジュール帳を見てて、うん、今何時です。あ、今日普通にスケジュールは別に入れんでいいんじゃん。スケジュールは入れないです。あの結果だけ記入し、スケジュールってなっちゃってるんですけど、うん、この日何をしていたかを、それ入れなあかんの。あ、これ全部入れてもらいます。やば、無理やって、こんなん絶対無理。あ、でも見てください。え、いや、ちゃちゃちゃ、そのアホかこの記入の仕方あ、ちょっと待ってください。あれ編集、いや、その一コマ一コマ同じこと言ってるからさ、めっちゃ無駄やってこれ。あ、開け、今日何日、今日12かな。あ、変わってない。あ、でもこれはあの今 LINE で全部登録できるんで。お、素晴らしい。はい、もうあの9時から18時仕事ってのここにバッて仕事って入るようになってるんで、もうこれを逐一。あ、なるほどね。はい、あ、これすごいやん。コピーじゃなくて、まあ、あの LINE の API がいったよ。あ、すごいやんこれ。はい、で、あのどこに出してもいいプログラミングコードを書いて、あの、素晴らしい、この仕組みを作り上げ、お、すごいすごい。あのレシートを必ず上げる、それはまあと同時に項目もあの全部これで、あの水100円とか言ったら、うん、全部登録されていくと。おお、素晴らしい。で、え、それさ、そこそれの LINE をたのさ、あれなんか作ってどうしてる？坂田との個人 LINE ってこと？あ、違います。これあのボットを、ああそういうことか。作ってというか。ああ、理解理解。なるほどね。で、それにのなんかを GAS Google App Script みたいな。なるほどね。で、あの全部登録していくと。っていうことで、あの今登録してもらってるんですけど、うん、なんか反映されないな。坂田奉行のメンテ入らなあかんのじゃん。いや、これ LINE だと多分 LINE っていうか、こっちから見れば、サポート費用発生するやつじゃん、これちょっと発生するかもしれない
あ、分かった、村上さんスケジュール記入用の、あのさっきのかそれちょっと携帯で見づらいんですけど、まあ、別にまあまあ、まあ、入ってて、うん、でこのまあその彼の出費をね、まあ、管理してて、うん、おうおうおうって思ったことがあって、うん、まあ、その初日とか一番パッて借りた翌日に、うん、1週間後とかにとりあえずもう今教えてみたいな、今僕が全部打ち込むからって打ち込んだ時に、うん、あの普通に昼飯すき家で820円使ってておどんぶりすぎるってと思ってどんぶり、いやいや、どんぶりすぎるっていやいや言い方よと思ったんですけど、でもやっぱもうそれどんぶりするからこうなってるっていうか、これ自然なことだよなと思って、うん、でなんかその彼のその出費先週のやつかなこう見ててとかレシートから見た方がいい、なんかそのコインランドリーでこうなんかしないといけないと、うん、多分その時だと思うんですけど、うん、缶コーヒーかっこ札崩し用って書いてあって、ええー、ちょ待ってよと、それはなんだちょっと待ってくれ待ってくれと思って札崩し用いや分かるよっていややっちゃうって思いながら、うん、でも今札崩してる余裕あるかなそうだよ、前日に崩してもぐらいの、要はそれぐらいを切羽こう切り詰めていかないいけない状況だよってなるもの、はい、でちょっとびっくりしすぎて僕が言えなくて怖すぎた、怖すぎて、であのバーって見てて、まあ、まずあの週基本的に毎日最後にあの今日の反省みたいなの書いてもらってて、ああそういうつもりじゃなかったんですけど、そのなんか書いて、やばすぎるって、書いてくださいみたいな書いてたら、うん、なんか勝手に月曜日今日はどこどこでなんとか出費が多かった、うん、頑張るみたいな書いてあって、うん、煩雑だと思いますけどよろしくお願いしますみたいな、なんかコメント今返してて、でやな、うん、でなんかそのやで書いててなんかあって思ったのが、うん、そのお金を減らす方向に行くのはいいんですけど、うん、晩ご飯みたいなかなんかで、うん、いつだったかがその、まあ、500ミリのコーラと、うん、唐揚げくん買ってていやてかもやっぱその家で食ってる自炊してるみたいなの面して家で食ってるって言ってたけど、スーパーのレシートとか見たら全部そのあの家で食べてるだけっていや分かる、別に家で食べなくても成立するやつな、そうなんですよ、たまたまそれ食ってたのが場所を確認したら家だったってだけだ、そうなんですよ、だから全部そんなんでこいつめっちゃジュース飲むやんと思ってでなんか三ツ矢サイダーとかカフェオレあと毎回豚スモーツを買うんですけどであの親鳥のある日の晩ご飯、三ツ矢サイダー、マルちゃん緑のたぬき、どら焼き、セルフチョコミント、ガリガリソーダ、ポテトチップス、うん、カフェオレ、黒いカレー豚カレーうどん、邪魔とやん、親鳥の炭火焼き、あこれめっちゃ買うやん、日ハムナンドックみたいな、うん、合計1500円みたいな、お多分昼夜合わせたのかなのか分かんないんですけど、うん、てかなんかその違うって思って違うなでまずあの今週に1回、うん、あのこうしてくださいって一応言うようになってて、あのまずあの水筒を持ち歩いて家でお茶を作ってください、うん、ちょっとあのまあしょうもないと思うんですけどこれちょっとやってほしくて、でもジュース飲みたいと思うんで週に3本までっていうのどうですかじゃあなんかさもうなんか途中で話終わってさ申し訳ないけどさなんかそのあったやん、俺もその一平ゲームに参加させてもらって、はい、その回収するできたら一番坂田ウントラカンタイヤ、なんかもうそのやめよなんかじゃあちょ俺もっとギリギリの勝負がやりたかったのに相撲使っていやなんかもうそのこのままやったら、はい、俺が悪いやつになるからなんかただただそのあってはならない社会の構造になってしまうからやめよ、なんか俺さすがに早すぎるって破産すんのが超マジで、いやでもまだこっからいくらなんでもやりすぎ、まだ話続くんで、いやもう続かんって人生、いやまあそうなんですけど、まあそうなんですけど、いやまあ彼はまだでもちょっと待ってくださいよ、何い
やっぱ唐揚げくん食べちゃうじゃないですか。いやじゃあまあそこ、まあそこというか、だってそのはい、いやちゃうね、なんかやっぱ、いやまあまあ、まあいいよね、わかりますわかります、うん、だしそのもう完全な僕のあの管理能力の低さというか、まあそのそうね、まあ管理能力っていうかな、違うね、それして何してんの話っていうか、何かどういう国なんか で一応でもまあ、 あのもうバイトは決まって、お一応大口というか、おあのなんかがっつり入れる、ああそういうのそういうのしょうだよ、ちょっと、はい、ちょっと俺にもドキッとさせてくれせめて、今決まりまして、で何かまあ決まってます、来週の水曜からかな入るらしくて、でそれ次回の時間に何かまあタイミーとかなんだとかやってほしいなみたいな言ってるんですけど、いやでもいきなりこんなに言ったらでき大丈夫かなみたいな、いいやろ、そうなんですよね、うん、困ったなって思って、あバイトは一応始まるんや、一応そうですそうです、携帯結局じゃあその新聞パスしたから、はい、そこでまあクリアしたというか、携帯電話問題電話も、いやもうあの普通にあの僕は10万立て替えたんで、あじゃああれもその滞納分もってこと、滞納分も、あそっか、なんか追加融資してるわけもん、そうですそうです、そう選択肢半沢を選んでるから、はいで一応来月から始まるとはいえ、うん、でその12月まで返せで返するわけないんで、まあちょっとバッファとして2ヶ月ぐらい置いといて、10月までには返してほしいんですよ、うん、っていうのもじゃない、今10月までで返すとしても、うん、月4万返さないといけないんですよ、うん、無理やん、そうなんですよ、無理なんですよ、言ってるやんけ、もう俺ゲーム始まった瞬間に言ったのにさ、いやそうなんですよね、びっくりした、早いって、だからそのあそのなんかで、あのあと一個進めてちょっとこれ良くなかったかもって思ったのが、うん、治験行ってきてって言って、うん、そしたら20万ぐらい入ってくるから、うん、って言ったはいいものの、ちょっとやっぱ濃くすぎるじゃないですか、しゃもうそれ僕がすでに行ってる身とはいえ、うん、治験に痛いしいやだから、いやだからもうさやめてくれ、もうそのさ俺それでさ俺一番坂田取ってしまったらさもう本当にもう終わるってほんまに、そういう存在してはいけない構造がさ、なんかそゴルの戦みたいな話になってくるから、いやでもなんかちょっとその、いやもちろんここから詰めなきゃっていうのがやっていきたいと思ってるんですけど、でもちょっと考えてくださいよ、例えばその僕だって言うてどんぶり感情で過ごしてるというか、もう適当なふわふわじゃないですか、うん、でもまあ一応生活自体は成り立ってるというか、うんうん、からなんかこう文句を一応、まあ、白い目程度で済んでるというか、うん、そのなんか彼にここまでもうあのあジュース買うのやめてくれるみたいなそのお金あできたじゃんとか辛いじゃないですか彼も、いや別に今ちょっと誰に何の言い訳してんの別に俺なんかもうそんなこと言う彼なんの言い訳っていうか、そこ別に連れてないしもう俺はなんかそうじゃなくて、でいやなんでこんなことになっちゃうんだろうっていうか、そのなんて言ったらいいんですかね、別にみんなだってこうなったらこうなってると思うんですよね、その相撲作っちゃうみたいなそのこうなるべくしてなったみたいなもんなるべくしてなってんすけどなんか誰の何を言い訳してるのか、いやなんかその別に俺責めれないで、なんでここまで彼は試されなきゃいけ試されっていうかその縛り付けられなきゃいけないんだって、まあ、僕やってるんですけどなんかはーって思いながら、いや別にどういうんちゃう、そのだから俺はもう早くごめんちょっと俺からそのこれどうなるんだのゲームをできるかなと思って言ったのに、はい、なんかもうその価値格すぎてちょっと やめなくなったというか、ちょっともうでいいの続けて、ここ俺なんか心痛いんだけどその早すぎて株価下落がエグすぎてもうなんか辛いんだけど、いやだってこっからなんだよマジで、いやそのいやこっから本当にマジで本当にやっぱあの自悪を選んで最善に転ずっていうのがやっぱ最悪のやり方やって、あの小泉義行も言ってたんで、うん、いや俺はそのちゃんと回収っていうかちゃんと復活して、かつそれでもうそれの縮小的な意味で、はい、その俺は一万坂田の話をしたのに、はい、なんか
俺意図せず、はい、グロい構造を作ってしまっててなんかそのちょっと今反省してんの俺あこうなんかそうこうやってこういう形で刃にもなりうるんだっていうのを 俺結構今ほんまに完成したちょっと、でも、まあ、資料が浅かったなっていうことを俺反省してる今そうなんですよね難しいんですよね、うん、いつだってそのクッションやと思うなよっていうなんかそのあ何ですか。だからその俺がその言った提案したそのだから俺が思ったらもうさすがに1万、はい、あの、うん、前に、はい、だってそもそもさ3000円とかさからまあ3万、はい、10万みたいな感じを、はい、この10万を3ヶ月で返していくみたいな話やったやん、はい、一番最初だからまあ何となく一応前提の話までもその体は はい、なってて、なってました。それがちょっと初手厳しいかもみたいな話やったから、はいはい、その3月時点だよ、はい、残り9ヶ月ある、はい、っていうのを本来3ヶ月で返していいものを、はいはい、9ヶ月っていうところまで伸ばせばまあトントンかなと思って、はい、でかつだから一応クリアするだろうと、はい、でまあ大変だったこともあるだろうからそこをまあ俺もまあ話を聞かせてもらった身としてお疲れみたいなお疲れ会を やろうっていう まあお疲れ縮小のお花を送るつもりで、はい、あの一番坂田の提案をしただけ、はい、本当ただそれだけの俺その時俺は自分で取るなんて思ってなかったら坂田はいや、はい、じゃあ逆になんかその反骨的な感じで、はいはい、まああのまあ舐められてくださいよみたいな感じ で、はい そうですね、そんな当たり前じゃないですか、はい、何もそれできなかったら、はい、坂田が一番坂田行きますよみたいな話を、まあ、面白おかしくやってだからこれは坂田が勝つ確率が80% 以上あって初めて楽しめるゲームやったのに、はい、あの1回やったら 98% 俺が勝つからもう今辛くなってきてて、ね、やっぱ一平もこんな気持ちやったよなやっちゃうやろ全然ちゃうやろいやだからその完全に俺は本当に悪意なくせに悪なき殺人やったなと思って12月のなんとかみたいな最近やったあそうそうそうほんまにちょっとこれそうなんですよねこういう形でやっぱそのダメなやあらなる転がってくんやよくない社会構造が生まれるんだなっていうのちょっと本当にドキッとしてる今本当にやっぱねあれなんですよねその そうなんですよねでもこれいやまあまあちょっと もう正直何とも言えないんですけれどもまあバイトでも変な話今4万返すじゃないですか、うん、毎月4万返す分を作って生活できないと彼やばいじゃないですかそもそも、うんうん、その生活費とか多分見てる限り年金とか入ってないし、うん、家賃のなんか更新費とか来たら月とか来たらねもう生活でき同じことになっちゃうじゃないですかやっぱプラス4万を返せる状態にはしたいですよねそのプラス4万を買え分は稼いでほしいというか、うん、してほしいなだってそのさなかなか難しくない普通に例えばさ社会人1年目とかのレベルで考えてもさ毎月4万のさあのなんていうの借金を返していく、はい、要は通常に生きてて発生する家賃とか食費、はい、プラス4万を返すって結構でかいやんはい普通に社会人してたとしてもそうです、ね、1年目とかの感じだったら、はい、だからどうすそれをどっから作るかっていうのがだからその見通しが立てなさすぎてさそうなんです、ね、そのゲームずらしたくなってきたその初めてはそのこんなに価値が見えすぎてるからやめとこうっていうこの辛い判断よそうなんですなんかやっぱ面白いところってやっぱどう考えても勝つゲームも面白くないんだなっていういやそうやよちょっとなんかどうしたらいいんだろうなまあちょっとまたじゃあアップデートあったら喋りましょうはいもう十分やろ連なってきたでもなんかその最近思うのが、うん、思うっていうかそのこう強いてるわけじゃないですかこれやってくださいあれやってくださいみたいな、うん、でも言っちゃえばそのうまいこと大学行きました就職しました、うん、会社員やっても正社員やってますってなったら多分考えなくてよかったというか、うん、そのいいわけじゃないですか、うんまあ、イージーというか、うん、うまいこといけばね、うん、でやっぱちょっと彼ハードモードというか、うん、っていう状態の彼に僕がなんかあんま
強く出る気になれないというか、うん、まあ、だからそれは別にいいっていうか全然、でもそれを強く出るにはどうしたらいいかで、でも強く出たって多分解決せんからな今の問題は。そうなんですよね。ただ解決しなかったとしても強く出なきゃいけないじゃないですか、そのまあちょっと悩ましいところかな、試しにというか、少なくとも今のどうただただそのやったやったって言ってるだけじゃ多分絶対タイミーとかやんないと思うんで、やんないやろな。それをどうなんか葉っぱをかけるかっていうのを最近すごい考えた結果、僕も君と全く同じことを自分に貸しますって言ってて、よく分からんけど、俺なんかその人がな、俺ちょっと体調悪いのが、いやそうなんですよ俺な、やっぱな、でもそんな唐揚げくんとジュースだけ飲んで晩ご飯とか言ってんのがマジで、そう、だからこれ結構、ま、俺一番の問題そこやと思ってて、え、そうなんですよ、別に金ないのはまあええよ、はい、ほんまに、けどなんかな、体調管理できないとか、そもそも元気に稼働できる時間が少ないって、はい、そりゃそうなんやって、もうあのそりゃそうというか、そうなると、はい、それは無理、あの稼ぐって、はい、あのこれちょっとプライバシー丸2になっちゃうけど、はい、俺の兄貴の兄、俺3兄弟いて、はい、長男、はい、俺の兄貴とは思いぐらい頭悪くてどうですか上の上の、そう長男ね、はい、俺三男、長男ね、はい、長男です、ほんまにちょっとほんまに俺の同じ血かってぐらい、はい、引くほど頭悪くて、はあ、まあ、なんか一応大学ある程度ちゃんとしたとこ出ててやってんやけど、はい、まあまあなんか割と変なのよ、その会社や普通にサラリーマンやってたけど、はい、なんか自分で会社やるみたいなことを、はい、言って、まあ、だいぶ前やけど、まあ、辞めて、はい、それ失敗して、はい、そのなんかまあ今実家に結局帰って、はい、何もわからん地方の会社にギリギリの会社で、まあ、勤めてるみたいな、はい、まあ別まあ、それが悪いとかじゃなくて、はい、でもまあむっちゃ多分だ、まあいい年になって実家に住んでて、はい、激低い給料でって、はい、まあ、結構厳しい人なのよ、はい、正直。なるほど。でそいつも、ね、長男もめっちゃジュース飲むしめっちゃ元気ないね笑ってんかな。だからそのな、体調管理できんとか、そのちゃんとした文句ってなんか元気に稼働できる状態を作れないって結構本当に致命的でな、ですよね。てかその体調悪くなったって聞いて、なんかまあいろんななんかがこう自然現象的になんかその不可抗力的なというか、そうインフルエンザかかったとかそういう話じゃないやん。なんかそのなる人は多分どんな健康な人だって体調悪くなると思うんですけど、なんかもう食生活見てるだけで、そうちょっと待ってくれみたいな。それはなほんまに論外というか、まあ言うたらあかんけど、まあ、いやあかんことないんやけど、いやマジでちゃんとしたご飯食べて、本当にちゃんとあのしっかり眠って、はい、ちゃんと元気に稼働できるような生活を整える、はい、そうなんです。金別に財布かかってもや、はい、いやそうなんですよ。それもめちゃめちゃ言いました。そうだからそういうご飯食べるのが悪じゃなくてみたいな、うん、別にご飯も食べてもあれやったら金かかってもいいから食べていいと思う、はい、とりあえずそのジュースをどんべやめてくれみたいな。いや本当そういう話になって、本当にやっぱ昼帰って考えると、俺も毎日オートミールカップ麺食べてる場合じゃないかもと思って。いやまあそうよ、まだなんか弥生県行ってるからご飯も食べてるけどみたいな、うん、これやばいと思って。いやマジでそうだからな、ちょっとそこで俺結構そのクラクラってなって。いや僕もなんですよ本当に。ちょ長男カムバックしたなみたいな。いやちょっとやっぱ彼の食生活を本当にまずどうにかするところから。いや本当よ。あとやっぱごめん、さっきこのゲームちょっと一回やめへん、はい、そうですね、ちょっとごめん、なんか俺辛くなってきてて、ね、じゃあその彼が年末までに返したら、もう普通にみんなで称え合うっていう形で、まあそうしよう。彼は返せるのかっていう、もうそっちだけにしようか。なんか、はい、こんな形で俺カウンター食らうと思ってない。このなんかこんな、なんか勝ちを決まった側がリタイアするってあるんやって。本当にやっぱそのでもこれがやっぱその自虐を選んで最善に転ずっていう意味なのかもしれないですね。もう分からん、おろ
このラジオポッドキャストでも配信しております。グラップル、アマゾン、スポティファイ、お好きなプラットフォームで聞いてください。明日。明日。